世界初4回転ループ羽生結弦世界選手権2016で、全日本フィギュアエキシビション2015年12月28日北海道真駒内積水ハイムアイスアリーナ。フィギュアスケート男子で全日本選手権4連覇を達成した羽生結弦21ANA が世界初の大技に挑む。世界選手権来年3月30日から4月2日米ボストンの日本代表が28日札幌市内で会見し、真駒内積水ハイムアイスアリーナでエキシビションに出演。羽生は場内インタビューで、国際連盟 ISU 公認大会では成功例のない4回転ループに挑戦することを宣言した。女子優勝の宮原智子17、神田以降3位の浅田真央25、中京大らも華麗に舞った。羽生が大技へのアタックを決意した。約10時間前の会見で、世界選手権に向けて4回転の種類を増やすべきと話していた21歳は、エキシビションでの場内インタビューで挑戦していきたい、今できる限界の構成をしているけど、この限界をさらに上げていきたいと宣言。現在プログラムに入っている4回転はサルコーとトーループの2種類。2期ぶりの金メダル奪回を狙う大舞台では、 ISU 公認大会で成功例のない4回転ループに挑戦する。サクオフから今季での投入を目指していたが、練習での精度を考慮し、ここまではプログラムに入れていなかった。ただ練習は継続しており、2週間前の GP ファイナルのエキシビションでも挑戦。この時はバランスを崩したが、この日のエキシビション前の練習では決めた。11月下旬から NHK 杯、ファイナル、全日本選手権と約1ヶ月で3試合の過密日程だったが、世界選手権までは約3ヶ月あり、時間的なゆとりが進化を後押しする。4回転の基礎点はサルコーが 10.50 点、トーループが 10.30 点、ループは 12.0 点。フリー引用紙の前半に飛ぶ単発の4回転トーループを4回転ループに変えれば、演技のつなぎ部分などに手を加えずスムーズに新構成に移行でき、ジャンプの基礎点は 1.7 点アップする。史上初の成功をフィギュア史に刻んだ時、自身が保持する合計 330.43 点の世界最高得点の更新も現実味を帯びてくる。良かったと思える試合と振り返った NHK 杯、成長したと感じた試合という GP ファイナルで世界新を連発。 SP フリーで計3度転倒し、本当に悔しいと話した全日本で15年を終え、16年も細身の体で大きな期待を背負う。自分の中でもっと評価できるジャンプ、もっと自分が評価できる表現を目指す21歳は、どんな背景をお持ちの人でも、どんな気持ちを持っている方でも、自分の表現が届けられるように一つ一つの所作を含めて練習していきたいと力を込めた。4回転ループが羽生の表現に深みを与える。ループ両足を揃えた助走から飛ぶ直前に足がクロスして一瞬腰が沈み込む姿勢になる。右足踏み切りでつま先は使わない。サルコー踏み切りの直前に両足をハの字に開くのが特徴。左足内側のエッジで滑り、右足を前方に振り上げて飛ぶ。トーループジャンプの種類の中で最も簡単とされる。右足外側のエッジに乗り、左つま先をついて踏み切るのが特徴。みんなの声、恐れるべし21歳です。来年も自分を信じて頑張ってください。どこまで進化するか楽しみです。羽生結弦が来年どこまで進化するか楽しみですが、怪我には気をつけてください。どこまでも限界に挑戦だね。昨日ループ成功してたんだ。悔しさがパワーの源なんだから、すごいの一言に尽きる。羽生くんの向上心はすごいと思うし尊敬します。無理しすぎて怪我などしないように気をつけて練習してください。彼が攻めのプログラムで世界新を出したことで、他の選手たちが追随していく。フィギュアのレベルが底上げされるだろうね。素晴らしいですね。世界選手権まで3ヶ月あるけど、周りは騒がず集中させてあげたいですね。今の構成でも十分勝てるんだから、あまり焦らず。でもピョンチャンで引退する可能性がかなり高いことを考えると、今から自分ができると全てをプログラムに詰め込みたいんだろうな。羽生選手にはいつも刹那的な雰囲気があって、
そこも綺麗だなと思ってしまう。今の構成を守るだけではモチベーションが難しいと判断したんだろうね。 GP ファイナルの330点は大きな重圧にもなる。ループにトライして失敗したところで点数にはかなり余裕があるはず。世界選手権という大舞台で勝ちながら新技も試せるというのは贅沢ですね。サルコウも最初は失敗も多く、助走もある程度取っていたのに、気づけばイーグルやステップからポンと飛んでいる。ループもそうなることを願って。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。